はい、見えます見えす。ますね。はい。じゃあ、ここから今日の目的地に行ってみたいと思います。ルカはどこにいるんでしょうか。今、ルカのいるところに。ズームしていきます。はい、ね、ほんと一瞬ですね、この画面だとね。ここ、今、ルカがいるところが、このブラッチャーノというところです。では、はい。はい、じゃあちょっとルカに。はい、じゃあ、皆さん、ご参加させていただいて、誠にありがとうございました。ちょっと待ってね、私ちょっとは待っルてカくとだ申さい。します。これから、はい。ちょっとブラッチャーノ、一緒にブラッチャーノの、散歩に、ちょっと、楽しみますので、じゃあ、今、ブラッチャーノに着きました。ブラッチャーノ、ようこそへ。かわかいいわですいい、かわいい。ね。素ちょっ敵、あと、りがとう。いいよ。もう少こういし、うおちょっ店と。も、こういうお店も、ついこの間の月曜日までずっと閉まってたっていうことですよね。閉まってたよ。もう、そう。ちょっとなんか、道を渡ります。はーい。ちょっと見てみます。ちょっと中に入カるフェと見て絶みま対しなんょか、う。うん。ちょっとマスクをなんか着用しないしといなけけない。れば開かないので、ちょっともうすいません、ちょっと。はい、今ね、ルカは話をするのにマスク取ってくれたんですけど、実際はやっぱりイタリアの方みんなマスクされてんで、お店入るときはもう絶対マスクしないといけないんですね。ちょっとだけ、うん。中に入る。あ、すごい素敵なカフェですね。あ、これ右側に見えてるのはこれ何ですかね？ジェラート？これはジェラート、アイスクリームの、おいしアイスクリーそう。ム、いっぱい美味汁しい。が。ルカが今話してくれたところを私説明していきます。で、この、ブラッチャーノという町は、ローマの北部に位置します。で、周辺の火山活動によってできた湖で、だいたい57.5平方キロメートル。で、イタリアで大きさは8番目。誰もいないし、だけどそうね。ですね、静か。教会は静かにしないといけない。すごく静か。で、今から行くお城なんですけれども、このお城は、オルシーニ、あ、えーと、オルシーニ・オデスカルキ城というお城で、で、今でもローマ貴族のオデスカルキ家がここに住んでます。そう、これはやっぱり来てね。で、ちお待ちしてます。ょうどファミリーの、これが、いわゆる家紋ですかね。で、お城の内部の写真です。ちょっと他の写真にも行ってみます。こんな感じで、はい。今、ルカ、puoi guardare la foto? certo, vedo, ah, すはい、ごい。OK。そう、やっぱりこんな感じ。ね。ちょうどお城中の庭内も部。あっても、そう、やっぱりなんか、湖と周りの森、まあ、全部パートで、ご覧いただけるね。これは、結構。昔の貴族の方が寝てたベッドになりますね。多分、イザベラ・デ・メディシもそこに。いざ、怖い、その怖い女性が寝てたベッド。多分。そう、これこれか、は、ちょっと仮説。木造木の、造まあ、そう、いやね、の。か、名産の、うなぎのスパゲッティの画像を、ちょっとこれ、インターネットの画像なんですけど、皆さんにお見せしたいと思います。これですね。で、こんな感じで、結構トマトベースのパスタで、とか、まあトマトじゃない、これなんかは塩味のなんですけども、うなぎが名産で、淡水魚のこういったパスタ。これ、うなぎ出てますね。イタリアでもね、日本でもうなぎ食べますけど、イタリアでもこうやってね、うなぎは食べられてます。で、そうはい。か。はい。じゃあ今なんか雰囲気が、この小道の、なんかラビリンスみたいな、あ、こん本当なね、感じの。迷宮のような、でもすごい素敵ですね、やっぱり。今、道聞きました。再確認しますね。そう、こっちから行けますかって聞いてましたあ、ね。見てる、見え皆た。さん。綺麗ですね。たたーん。おー、あ、これがね、ちょうどなんていうの、すごく素敵、素景晴ら色しい。のいいポイントですね。あ、ここで皆さん写真撮ったりね、するところですね。あ、綺麗でちょっすとね。本当にこれ、ね、パノラミックポイントですうん。よね。今ね、ちまょったちょっとと。ルカ、c'è una domanda dalla partecipante。Sì. ホテルの、ホテル、この辺にはホテルとかもあるんですかと。まあ、主に、うん。
ホテルもちろんありますけれども、やっぱりベッドンブレックファストとか、うん、アグリトリズムの方、うん、多いですよね、うん、やっぱり景色いいですね、いろんな人からね、ベラベラビースタベリッシモ、皆さんね、メッセージいただいてます、ありがとうございます。あ、はい、まあ、これは本当に、うん、綺麗ですね、はい、うん、でさっきなんかみゆきさんもすでに説明させていただいた通り、この湖の、はい、ブラッチャノ湖っていう 湖は、うんうんうん、このブラッチャノの周りの町は3つあります。うんうん、1つは、うん、今なんか位置するブラッチャノっていう。うん、もうあと2つ、アンギュィラ・ラ・サバツィアは、アンギュィラってうなぎ、うん、うなぎからなんか呼ばれた町とか、もう1つはトレヴィニャノ・ロマーノ。この反対側、うん、多くの、ちょっとご覧いただけるは、トレヴィニャノ・ロマーノですよね。うん、この、左の方面、この反対側のにあるところが、うん、アンギュィラ・ラ・サバツィアっていう、うん、で3つのこの湖の、うん、はいはい、どうぞどうぞ、あ、ごめんなさい、3つのね町に囲まれて今トラビニアノと、はい、アンギュィラ・サバツィアとブラチアノっていう、うん、湖のね名前の町と3つの町に囲まれてます、はい、皆さん綺麗ですね。あとすいません、質問が来てます、ルカいいですか。シポノータレスラゴディブラクチアノ、はい、もちろん泳げます、泳げます、うん、ブラチアノ湖は泳げます。淡水ですごく綺麗で、はい、自然公園になってるので水質もとっても綺麗ですね、うん、そうですね、はい、あともう一つの質問が、はい、イタリアシマンジャのアングイラシマンジャゴディポモドロをコメマンジャーってどうやって食べるんですか。シポマンジャー第一サラダとソース、うん、プリモピアットね、よく、うん、第一のサラダと、うん、第一サラダと、うん、うなぎで作ったソースで、うん、のスパゲッティ、食べることができます、うん、メインディッシュ第二サラは普通の、焼いたうなぎとか、うん、あとアルカルトッチュっていう、なんていうの、オーブン焼きで、コックされた、あ、そのままのか、オーブン焼きだと塩コショウで食べる感じですか。うん、そうです、塩コショウ。へえ、なるほど。Entriamo così, continua a spiegare, vedo faccio. あ、これもさ、魚も売ってる。バカラっていうお魚ですね。バカラ。あはははMa fa anche lei questo formaggio? Ah, ok. Ah. Ah, ok, ok. Entriamo dentro. Ricotta cheese. Ricotta. これは truffle. Truffle. Ah, tartufo. Tartufo が入った。Truffle. おいしい。おいしそう。あ、100g 1.5 ユーロですね。お安いですね。安い。Ricotta cheese. これは自然なのね。ローマ風のリコッタチーズ。ルーカ?そう。Luca, c'è la domanda dai partecipanti che anche per prosciutto c'è stagionato per mesi o... Ah, ok. Certo, aspetta, chiedo. Sì, 今ね、生ハムもやはり何ヶ月熟成とかあるそうです。で、今聞いてくれます。バラの何だっけ、想像。はい。でこれロゼッタっていうのはバラの形に似てるので、バラのロゼッタっていうバラの形というパンです。でこれにね、いつも。シシ。まあこれはちょっといろいろ、あ、これは昔のイメージの食材の入り口だ。見てる？このお店の昔の様子ですね。うん。まあ、いそういうのに、のんにの。そうそう。で、この音。まあ、昔の。100年前の、すごいですね。すごい。あ、今ね、ちょっと質問が来てて、パンは一ついくらぐらいなんですか、パンは一ついくらぐらいなんですかって質問来てます。これ、どのパン？どのパン？このロゼッタ？ロゼッタ、ロゼッタで。ロゼッタ。あ、25セント。に、あ、25セント、25セントですか。まあ、大体、まあ、ざっくり3。あ、1キロ 2.80 ユーロだと、キロあたり 0.28 ユーロですので、そう。すごい安いですね。安い。
50円とかそのぐらいですね。知ってるこれ、ラルド。あ、ラルド、ラルドは、ラルドは、普通生ハムをスライスして皆さん食べるんですけど、ラルドっていうのは、本当にラード、油の部分、油の部分を 生ハムのようにスライスして食べます。はい、はい。はい、あ、これはオリーブ、キソの。スフリッツォラ、che cosa sono? A strutto? あ、ラードで作ったスフリッツォリっていう、うん、なんか味見みたい？あー、なるほど、ラードで作った。あー、あーは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 は。うん。うん、オッケー。あ、まあ、アペリティボの時。ああ、なるほど。まあ、うんうん、あとは、さっき言ってた、さっき話したコピエッテディマイヤーレ、これは、馬じゃなくて、はいはい、そう、ポークの、ジャーキー、豚のジャーキー、うん。そう、これですよね。うん。うんうん、そう、ね、2.89 ユーロ、美味しそうですね。安すぎ。ああ、サラミも美味しそうですね。ワインと一緒に、うん、ワインと飲み、ワインと一緒に食べたいっていう、うん、メッセージが入ってきてます。あ、これは18ヶ月ね。18ヶ月寝かせた生ハム。18ヶ月。シミュアルフォンソ、ラリングラッツィオ。ありがとうございます。ルーカ、ミキャモルーカ。あ、シあ、そう、もしね、そう、皆さんが、皆さんが、皆さん、okay、聞いてください。そう、皆さんがね、今日の皆さんがお店に来た日には全部味見していただきますので、ぜひいらしてくださいって言ってくださってます ね、全部味見していただきたいです。特にペコリノロマーノのここに本物 の、味見してください、うん、聞いてください、うん、そうですね。グラッツィアリベデルチ、アリベデルチ、グラッツィ。今度の、約束に関しては、うん、そう、ぜひまたね、またこの、多分あと2週間ぐらい、はい、多分、土曜時間とか、まあ、それぐらい、うん、昼間とか、イタリアタイムだから、はい、日本だと、絶対ローマ。ローマに、はい。そうですね、ローマの市内。次はね、ローマの市内の有名なところに行きたいと思ってます。絶対有名。まだね、今回はね、ちょっと外出規制解除されたばっかりだったので、ちょっと市内が厳しかったんですけど、次はぜひ有名なところに、今ね、観客の方から、アグリツーリズムを見たいとか、わかりました。あとは、説明も丁寧でよかったですというご意見も、景色も食べ物も素晴らしいというのもいただいてます。ぜひまたね、楽しい、バーチャルトリップをよかったと考えたいと思いますので、皆様ご感想もありがとうございます。はいはい、またぜひご案内出しますので、よろしくお願いします。グラッチェ、グラッチェ、みんななんかご参加させていただいて誠にありがとうございました。また。